はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。あー食べたい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 、もう我慢できません。生のレバーが食べたいです。今日はもうレバー刺し食べます。それでは早速やっていきましょう。今日は無性にレバー刺しが食べたくなったので、熊本県産の馬のレバーを用意しました。1個丸々は使い切れないので、今回は少量を仕入れました。ちなみに現在牛や豚のレバーは生食は禁止されています。牛のレバーの生食が禁止になったのが平成24年の7月で、豚のレバーの生食が禁止になったのが平成27年の6月です。あの頃が懐かしいです。今回仕入れた馬のレバーは現状生食可の食材なので合法です。カットするとこんな感じです。皮も牛に比べると薄いので食べられますが、今回は皮を処理してカットします。もしかしたらまた今後規制とか厳しくなると食べられなくなる可能性もあります。なぜ馬のレバーが生食が可能かというと、牛や鹿などの反芻動物は消化管に O157 を補菌しています。ですが馬は反芻動物ではない上、他の動物に比べて体温が高いため O157 が生息できないと言われています。もう一つの違いとして、牛や豚は偶蹄類で馬は奇蹄類のため、その種の違いでウイルスが感染可能かの違いがあるそうです。しかし完全にリスクがないわけではないので、体調の悪い方や抵抗力の弱い方は控えた方がいいかもしれません。あとはお皿に盛り付けてごま油とごま万能ネギをかけて完成です。次は薬味を用意します。みょうがを薄くスライスします。ネギは小口切りでカットします。細く白髪ネギも作ります。次に生姜の皮を剥いて細く千切りにします。余った生姜はすりおろします。次にニンニクの皮を剥いて薄くスライスします。余ったニンニクはすりおろします。これで薬味の準備も完了です。見るからに美味しそうです。レバ刺しもそうだし、馬刺しとか他の刺しもそうですが、自分は刺しが食べたいというより薬味が食べたいんですよね。これって変ですか？それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はキリンのハートランドを飲みます。おしゃれなボトルなので海外のビールだと思ってる人もいるかもしれません。自分ははじめハートランドは海外のビールだと思っていました。ちょっとおしゃれな居酒屋とかバーに置いてあるイメージですよね。もともとはテレビ朝日の番組がきっかけで醸造されたビールで、テレビ朝日直営のレストランのみで販売されていたそうです。色は綺麗な黄金色で、苦味が少なく口当たりが良く、とても飲みやすいビールです。食前酒や食事に合わせたいビールですね。それでは馬刺しを食べてみましょう。皆さんはどんな薬味や味付けで食べるのが好きですか？もし他におすすめとかあればぜひ教えてください。うん、美味しい。久しぶりに馬のレバー食べましたが、こんな味だったんですね。昔食べた時はもっと独特な匂いを感じましたが、臭みなどはなく食べやすいです。味で言うと牛に近いですね。甘みが強く、とろける食感が昔を思い出します。豚のレバーのような苦味などは感じません。薬味はたっぷりあるので、どんどん食べましょう。せっかくなので皮の部分や端材部分は焼いて食べてみます。うん、焼くとより甘みを感じますね。もし生が苦手な人とかは焼くのもありかもしれません。やっぱり定番ですが、刺しはニンニクと食べるのは合いますね。ネギ、生姜、ニンニクなどは殺菌作用もあるので、こういった生ものと一緒に食べるのは理由があるかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。馬のレバ刺しの仕込みいかがでしたか？もしどうしてもレバ刺しが食べたい方はぜひ試してみてください。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。